こんにちは、ゆうです。パートナーのお時間です。今日誕生日の方、おめでとうございます。はい。なんだっけ、なんて言ったっけ、あ、今日無課金サーバーか、柴犬丸やっていきたいと思います。はい、ね、スタミナがね、動画視聴回復なんで、4回やったのは、昨日ぐらいからですよね、2回になっちゃって、足らへん。まあ、石使ったりだけなんですけど、まあ、ちょっと1日1本ね、ちょっと目標に掲げてるんで、はい。ちょっと目標は1日1本と掲げ、はい。ちょっとね、この残りのスタミナでね、極悪ちょっとね、勝てそうにないんで、ちょっと昨日からね、新しく編成やってるんですけど、まだちょっとあんましっくりこんくて、3月クエストの、10にクリアしたんで、はい、11同キャラ禁止、いつもね、ちょっと美女軍団で言ってたんですけど、ちょっとポンコツというか、欠陥品やった、極悪チャレンジで、はい、ちょっと、同キャラ禁止、同キャラ被ってないんで、どなたも、はい、ちょっとやっていきたいと思います。それでは早速パーティーご紹介します。はい、こちらですね、ガチャドーラですね、ガチャドーラ、はい。ご紹介しましょう。リーダーのガチャドーラに、マシンキラーさんに、神キラー一つ、日の神神楽つけてます。で、こちら、イシス姉さんですね。試練した、試練やったっけ試練したイシス姉さんに、アシスト光線剤に、火属設計。で、ミヌブキですね。はい、こちらつけております。で、こちらが、アマテラスです。アマテラスドラゴンです。超覚醒スキルプラスに、毒目覚め耐性。で、背中任せて大丈夫なんですか？この編成ダメでした。はい。終わりです。はい。誰だったっけ？チェーンソーマンの、はい、どなたかのスーツです。はい。で、こちらが、俺たちがエクシアダーですね。はい。神キラーと二つに、悪魔キラー二つに、虫柱の通行武器つけております。で、こちらがガングリュー三兄弟ですね。マシンキラー四突に、こちらも火の神神楽。フレアドラールですね。はい。で、こちらも火の神神楽。ガチャドーラに、はい。マシンキラー2つに、神キラー2つですね。で、バッチャー HP プラスです。はい。それでは3月11クエスト、一回スキル使う順番間違って、またやってもうたって思ったんですけど、はい。もうね、ちょっともう極悪に、ってきてるんで、ここぶっ壊して、スキルしてガチャ引いて、いいキャラ出していきたいと思います。それでは、最後。ガンダムシードフリーダム見に行きたいんだけどな。ちょっと忘れてるんですよね。はいはい、指割れてもドフラミモードキで大丈夫と、はい、でガチャドーラ変身させて、でガチャドーラ変身させて、でアマテラス行って、はい、でエクシア行きます。でこれで向こう側入りますと、立ち回りしてたんですよね僕、はい、で闇になって、はいはい。で、まだ向こうが続いてるんで、こんで、で、ガングリュー行って、で、こいつら使って、あ、エクシア使わせた。この編成、置いといてよかった。ちょっとほんまに。はい。はい。はい。おっしょっしょ。はい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 。このね、イシス姉さんに、ドラゴン、なぜミルブキーつけてるかというと、ドラゴンタイプ付与するためですね。これ、オーディンドラゴン降臨がね、来てくれたらね、はい、いけるんですけどね。全然来おへんじゃないですか。で、アマテラスって、やはり。ここはどうしようかな。色あるし、もういいか。はい、このまま行こう。ほいほい。じゃあ、オーディンドラゴンをね、飼うもんぽが全然なかったんですよ。んで、飼うもんぽがなかったんで、8分でちょっと決まってんやんけ。それはあかん、それはあかん、それはあかん。ちゃんと行こう、ちゃんと行こう。集中しよう。ちゃんと念のために76にしておきます。落ち込んで助けてもらえるように。はい。でね、風が強いって話でしたっけ？何の話でしたっけ？はいはい。そうそうそう。んで、僕その、こう、芝居の丸のね、フィルムがね、なんかもう前からちょっとボロいなと思って、うっすらですよ。うっすらちょっとこのフィルムのせいもあるなって、若干思ってたんですよね。なんか、動かしにくいのは。で、剥がしてみたんですよ。
ラナロクやったらそう作るんかいな。マジか。これ下手にエクシア使うタイミングあらへんな。もし、ちょっと待って、ちょっとその言うてよ。今、神秘の次元なんてもう忘れてるって。水。はい。ほんでね、何の話したっけ？そうそう。で、フィルムを剥がしたら、あの人ね、もうあったんだ。ペンも、行き過ぎるぐらいもう、使ってやるからもっとよこせとか、もうそんな次元じゃないぐらいよこされるんですよ。はい。スイスイ行くし。あれ、これまんま神秘の次元じゃない？んで、でね、なんかわかんないですけど、指で行ったらちょうどよかったんですよ。指で行ったらちょうどよかったんですよね。なんかこの滑り加減とか。待って、ほんまに、いい加減してくれ、ほんま。指で行ったらちょうどよくて、で、じゃあパズル教室やと思って、指で行くじゃないですか、普通。なんかペン持っとるんですよ。ペンでやって、うわ、行き過ぎたみたいに言ってて、なんかうまくいかへんなと思って。一応ね、その動画はね、あるんですけど、残ってるんですよ。もちろん撮ってたんで。でもね、ちょっとね、極悪チャレンジだけに、じゃあ僕もその、ちょっとね、やっぱ極悪になりすぎてたんですよ。あまりよろしくないなと思って、はい。僕の視聴者さんそうね、結構男性じゃなくて大人の方が多いとはいえ、はい。必ずしもその皆様、大人なわけじゃないです。ないじゃないですか、はい。で、ジスネーさん使って、はい。皆さんね。で、大人のね、方の中にも、中にはその、あまり過激な発言をよろしく思わない方とかいらっしゃるじゃないですか。もう喋れてへんねんな、もう喋り疲れて。なので、はい。ぶち切れ告白チャレンジはちょっとボツにしたいなと思ってます。よし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 。あれ生放送じゃなくてよかったと思って。生放送やったら、ね、もうちょっと多分、ぐっとこらえてると思うんですけどね。いきますわよ。どうぞどうぞ。覚悟はよろしくて。覚悟はもうできてるぞ。ガンガンできてるけどな。できてたはずやないな。クリアできんかったらまた腹立ってまうんや。そう。はいはい。覚悟なんてもう、ガン決まりよ。はい。はい。これが、なんちゃって、合格チャレンジ人生でございました。はい。パサイさんです。さあ、それでは、一周受け取りましょうか。はいはい、受け取りました。無料配布分26となっております。そうね、ワンチャンこれでイリア出たらね、ちょっとガチャドラでもね、いけるんでね、ちょっと若干って最近口癖なんですよ、僕。なんなん若干っていう口癖、気持ち悪いと思って、ほんまに。これは気持ち悪くないよ。はぁ、ちょっと待って、タロットツアー、ほんま。なんて意味は持てんね。ちょっと待って、ほんま。そう、ラストいくでってもうタメ口になって持てる。はい。だからちょっとまんまずこらえんのに必死やった今。ちょっとまたえちょディアボロちゃうこれ。エルディアボロ。うわあ、来た。これ僕欲しかったんですよ。よっと。ちょっとあれ、オーディのとカットしたいな。でも、流れがちょっとね、順番のつながりが分からなくなるんで、今回はこれに手を開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。はい。ここで明日はちょっと告白に
僕自身は極悪にならずに極悪の称号を取って極悪縛り丸。可愛い名前なんですけどね、はい、称号だけ極悪っていうだけです、はい、をちゃんとお届けできるようにね頑張っていきたいと思いますんで、今回はこの辺でお開きにしたいと思います。見てくださった皆さんありがとうございました。皆さんもお疲れ様でした。はい、ではびっくり休んで、はい、ね、カレンダー通りの方はゆっくり休んで、はい、明日に備えましょう。明日まだお休みなんか、はい、はい、それでは今回のお相手はタクシーでございました。やばい。よかったら、概要欄にある X と、TikTok のフォローもよろしくお願いします。それでは、もちろんチャンネル登録もよろしくお願いします。あと、評価も、よろしくお願いします。それでは、バイバイ。